6日目あの子に会うために。ヤグラはないね。パパッと終わらせる子いいです。カフルかな。まさかもう追いかけては来ないよな。病気ちゃんがあんな嘘を信じてくれて助かったっすよ。実はもう知ってるんじゃないかな。病気ならもう知ってそうやけどな。バレてそう。ほんとバカね。バカってうちがどうしてっすか。病気は嘘だって分かってたよ。うん、あ、そうだね。私もそう思う。だろうとは思ってた。それは亡くなったあの子に会うことだった。もういいかい。まだだよ。これは過去かね。まだだよ。かわいい。私たちは姉妹3人でかくれんぼをしていた。花火カフル。どこだ？もうなんかやだよ。早く見つけないと。誰？誰なの？花火？それともカフル？一人の女の子、純白の変わった服を着て赤を髪を赤いリボンで結んでいる。誰なの？あなた、うん、あそこに花火たちが隠れてるってこと？どうしてわかったんすか？っていうかその子誰？一緒にかくれんぼをやりたいんだよ。あっちにさ、家なんてある？2歳の頃から修行を受けて、すごいな。本当すごいな。めっちゃ足早いっす。まるで忍びみたい。え、本当に忍びなの？ってどっちなのよ。忍びのようであり忍びではないということなのだろうか。ん？妖魔。忍びであり忍びではない。あの子結局見つからなかったっすね。うん、ま、落ち込むなって。きっとここにいるはずなんだから探し続けるしかないだろうよ。そうは言っても時間はそんなに。あ、半蔵メンツ。誰を探しているの？あ、びっくりしたっす。どっかのところだったっすよ。いい一枚絵だ。
盗み聞きするなんてキモ。誰を探してるんだ。言ってくれれば協力してやるぜ。ええ、その代わりに教えてもらいたいこともありますし。うん、教えてもらいたいこと。さゆり様に神楽千年祭の真の目的を聞きに行ったのです。そうしましたら、千年祭という言葉の意味を考えてみろと言われまして。それだけじゃさっぱりで、どういう意味かわかる？ああ、そのことっすか。言いそうだな、普通に。花火、花火お姉ちゃんは口を閉じてて花火は軽いからな、口が。あのね、もうすぐ言っちゃう。さゆり様に考えてみろって言われたんでしょ。それを人に聞いてどうすんのよ。はい、論破論破論破キャラっすからね。確かにおっしゃる通りですね。安易に答えを人に求めるなど、私たちが愚かでした。申し訳ありません。怒るが大人やな。じゃあどうする。ここまで来て手ぶらで帰るのか。せっかくだ、忍びの盆踊りをするか。そんな軽い感じするもんな。そんなついでもついでも何もない。俺たちはさっさと櫓を壊して元の世界に戻る。うん、そう決めたんだ。待った、そんなに早く決断しないでほしいっす。櫓を壊すのはちょっと中断ってのはどうっすか。え、何言ってんだお前。まっちゃんの方針でも変わったの？そうじゃないっすけど。もうやめなって、余計ボロが出るから黙ってて。要は私たちは自分の櫓を守り続ければいいの。カフルの方がお姉ちゃんなんやな。なんか花火は末っ子って感じする。お姉ちゃんって感じしないわ。いっちゃん下って感じがするわ。今回ちょっとあれしようかな、命がけ忍びフェスティバル。イカルガとヒバリやったな。命がけ。あ、強でしょ。いや、やばくね。めっちゃ強いんだけど。レンセンスやばくない？来そうですね。絶覚えたんだっけ、カフル。ちょっと裏で使ったんやけど。アホみたいに強い。ちょっと打つか。あ、いける。おお、すげえすげえすげえ。強っ。強すぎんか。当たり前でしょ。もう大人なんだから。惚れるなよ。強いし、連戦数稼げるし、カフルやばいな。一瞬やったね。めっちゃ見てますけど、ひばりに。だからな
花火も可愛いよね。ビバリにはわかるよ。なんか隠してるでしょ。なんということでしょう。なんでうちが隠し事してるってわかるっすか。あーもうダメだこりゃ。あ、やっぱり、うん、ボロが出とる。はめられたな。もうアホね。アホすぎるわ。脳みそが筋肉でできてるんじゃないの。まあザ・パワー型っすからね。もしかしたらだけど、あなたたちは死んだ人を探しているんじゃない。めっちゃ勘がいいな、ひばり。なんでわかったんすか。もしかしてエスパー。なんかこのセリフなんか他にもなかったっけか。なんだったっけ。何でも言うな、花火。そう、私たちはここで死者を探している。だからそれまでは忍びの盆踊りを続けたいんだ。さゆり様には言わないでくれよ。あんたたち、さゆり様のただの手下だと思ってたけど、そうじゃないんだな。なんかほっとしたぜ。安心しな、さゆり様には言ったりしないから。そう、ありがとう。だけど勝負は勝負だからな。今回は負けたが、また櫓を壊しに来るぜ。望むところっすよ。また猛烈に返り討ちにしてやるっすからね。いいじゃねえか、そいつは楽しみだ。どっちも単純で気が合うみたいね。ええ、そのようです。まさかのこのペア。なんかやっぱ気が合うな、お前。確かにそんな感じがするっすね。おお。もしかしておっぱい飲むのが好きか。ああ。おっぱいっすか。言われてみれば飲むの好きかも。あ、そうなん。揉み方にもいろいろあるんだけど。やめなさい、カツラギ。マルさん、いろいろ教えてほしいっす。これからはカツラギ先輩って呼んでいいっすか。また先輩か。よし、じゃあたいと共にセクハラの道を。ダメだこりゃ。カツラギさん、いい加減にしてください。お姉ちゃんを変な道に引き込むな。そんな顔して怒るなよ。二人はいいコンビになるかも。確かに。ん、リョウビがおる。あんなところにリョウビちゃんもいる。どうしたんだろう。リョウビちゃん、どうしたの。こんなところに一人で。アスカ、うん、そんなに暗い顔しないで。私でよかったら話を聞くよ。おお。あんたに話すんだったら豚のお尻にでも話した方がマシよ。なんでそのチョイス。ねえ、さすがに豚のお尻よりもマシだと思うけど。それは間違いない。料金のことかな。姉さんと顔を合わせていると料金の心は嫉妬でいっぱいになるのよ。だってそうでしょ。何を言われても気にしなくて、いつもニコニコ笑っていて、優しくて温かくて、ほんわかしていて。それでお母さんの代わりに料理たちの面倒を見てくれて。いいじゃん。嫉妬してイライラをぶつけたくなるのも当然よ。はあ。それ嫉妬なのかも。嫉妬じゃないと思うけどね。え？だって、りょうきさんはお母さん代わりだったんでしょ。お母さん相手に嫉妬ってする。じゃあなんだって言うのよ。反抗期とか。かわいいね。反抗期。りょうびちゃんも反抗期になる前はりょうきさんと仲が良かったんじゃない。それはお年頃の女の子なんよ、りょうびは。私のお母さんも忍びだけど、
家事とかすごくできる人だったの。でも中学生の頃なんかはわけもなくイライラしてお母さんに当たったりしちゃった。え、全然想像できないんだけど、アスカから。そうなん？今にして思えばあれはお母さんに甘えてたのかもね。どんなにイライラをぶつけたってお母さんは私のことを嫌いにならないって分かってたから。お母さんっていいよな。バカにしないで。いや別にマザコンってわけじゃないんですけど。中学生と頃並みだって言うの？勝手に決めつけると頭を打ち抜くわよ。中学生っぽいけどね。ごめんね、別に決めつけたわけじゃないんだけど、うん、なんとなく気持ちがわかるような気がしただけで。もういい。リョービー、余計なこと言っちゃったかな。いや大丈夫よ。当たり前です。子供じゃないのよ。カフル強え。当然の結果よ。新しい技を覚えたわ。冷たい女。お、これはどっちだ。日陰イムを倒せやから。おっと、これは日陰とイムの絡みが見れるぞ。多分この二人の絡み好きやからな。いけしょう。さっさと終わらせるで。いや、イムさん、また戦いに来たで。日陰。あら、元気ない感じやね。どないしたん？みやびはお母さんとこの世界でずっと一緒に暮らしたいらしいんだ。うん。赤ちゃん言葉のみやびは魅力的だけど、イムタン、この世界にいるっていうのは。あ、イムタマか。でもみやびの願いは僕の願いだ、うん、だから僕もこの世界に残らないと。ほな、蛇女の再建はどないするんや。外の世界の妖魔も放っとくつもりか。それがみやびの望むことなら。難しい。本当にええんか。今すべきことよりも死んでしまった人を選ぶ、それが正しいことなんかな。うん、難しいね。分かったふうなことを言うなよ。日陰にみやびの気持ちが分かるっていうのか。感情のないお前が。いや最近だいぶ感情を取り戻してきたからな。そうやな。日陰はわしは本当に大切な人を亡くしたときもほんの少ししか涙が流れへんかった。恩人であり友人であり姉のような人やったのに。バースリニューアルの時はね、未来を一生懸命探してたもんね。人で、わしにちゃんと感情があったらあの人のために1週間でも2週間でも泣き続けてたと思うんや。それぐらい冷たい女なんや、わしは。だから宮城さんの気持ちは分からん。冷たい女とか自分で言わないからな、まず。でもイムさんなら分かるんとちゃうか。うん。イムさんなら宮城さんの気持ちが分かるやろ。宮城さんは母親と会っただけで何もかも忘れてしまうような人なんか。違う、宮城はちょっと混乱しているだけなんだ。大好きだったお母さんと会うことができて。そしたらイムさんが目覚ましたったらええんや。それができるのはみやびさんの気持ちがわかるイムさんだけや。うん。お、何度も嫌がらせをしてきたお前の言葉に乗るのは職だが。日陰、お願いがある。ここで協力する。なんや。一戦手合わせを頼む。うん。みやびの目を覚ますためには僕がもっと強くならないとダメなんだ。イム十分強いけどな。ええー、で、アホみたいに強いからな。イム、もしよければいくらでも相手になってやるわ。恩義は感じないからな、日陰。これまで受けた屈辱と総裁だ。今始めようか。この二人のマジで絡みつき。日陰行こうか。
今回も命がけします。夜の繁華街に日陰舞い順ビル決心の落差。はい、命がけ。ちょっとまだ技が増えてないからな。まだ出るよな技。あれ、もうここまでないんや。日陰は痛え痛え。はいはい、この程度やがな。矢倉がね4つあったんだよな。ワンちゃんこっちにあるかもな。気持ちいい。もう一回行こうか。ずっさしい。あ、結構食らってるな。え、どっちが正キルト？でもこっち正キル、あ、でもいけないか。ってことはこっちが正キルトになるんか。矢倉が4つやってたからな。あっち行ったら、ね、まだまだ足らんな。最高の気分。よいしょ。この程度やな。よどっか登るとこないかな。ここあるね。あれ生かしてくれへんな。ダメな。どっか行けるとこあるはずなんだけど。あー待って、これ正規ルートやな。こっちいいね。これが強いよね、日陰は。いた。通常攻撃の回数は少ないんやな、日陰陰属性は。こっち行けへんもんな。行くなみたいな感じやもんな。こっちは？行けないんだよね。どうしよう。どうしよう。あ、こっから行けそう？あれ、行けんだ、全然。こっちは。行ける。こっちは行けるんだ。で、1個目。で、こっちは行けない。
何やこれ、何やこれ言うて、でここに来たらあれどこやったっけ、なんか分からんようになってきたな。あった、オッケー、こっちは一緒、完全に矢倉探索になった、いけない、あと2つあるんだよね、こっちは行けんの、行けないんだ、あの奥は行ける、あーやべ、ここでボス戦なんか、なんか祭りってあるけど後ろに、オッケー、2個しかゲットできんかったな、ここ正規ルートやったんや、そっか、光ってんな、どうや、やれそうか、ああ、みやびの目は僕が覚ましてみせる、無様な姿やな、そっか、頑張りや、日陰、なんや、お前は冷たい女なんかじゃない、僕にはわかる、冷たい女って言ったら自分で言わんしね、うん、まず亡くなった人のために流した涙、それは本物の涙だ、流した量や時間は問題じゃない、大切なのはその涙が本物かどうかで、いいやつや、だからそのなんだ、うん、あーうまく言えない、くそ、なんて言えばいいんだ、いいんだよそれで、イムさんは優しい人やな、あーそれだ、それを言いたかったんだイブは優しい人日陰は優しい人だって言いたかったのに、先に言われてしまった、ってイブさんの気持ちは伝わってるわ、言葉で言わんでもな、うん、せやから今度はそれを、あ、みやびに届けてくるよ、いいじゃん、いやちょっと結構食らったからな、あ、でも言うなんや、まだまだ足らんな、ピンと来たで、ピンと来たで、ミヤビを倒せだって、イムか、行きましょう、僕がミヤビのそばにいるために、行きなさい、目を覚まさせるんやな、今からちょうどママ様に会いに行くところだったんだ、お前も一緒に行こう、ママ様ってもう言い直さないんだねああ、もう隠しても仕方がないんだな、堂々とママ様と呼ぶことにしたよ、みやび可愛いやつだな、材料が全て揃ったんで今日はママ様に親子丼を作ってもらうんだ、すごく美味しいんだぞ、イムも一緒に来るといい、みやび僕は行かないよ、どうしてだ、みやび僕たちは元の世界に帰るんだ、うん、どんなに苦しくてもどんなに悲しくても人は今を生きるべきなんだ、ママ様と生きることが私にとって今を生きるということだ、
みやび、僕と勝負しろ。それで僕が勝ったら、みやびは元の世界に帰るんだ。みやびが勝ったら、僕はもう何も言わない。みやびはこの世界で好きにすればいい。リム、お前だけは私についてきてくれると思っていたのに。そうだね、みやび。僕は今までずっとみやびについてきた。みやびラブやからな。今回はそれじゃダメなんだ。いいだろう。今勝負だ。私はお前を倒して母さんとの暮らしをつかみ取る。それが嫌なら私を倒してみろ。ああ、この命に変えても倒してみせる。そしてみやびを連れ出す。過去から今に、いつだってみやびを救うのは僕だ。今回も命がけしよう。いつだって今、悪の誇りを舞い掲げよう。そりゃ命がけって途中からできるんや。何もないじゃん。じゃあヤグラをまず探しに行きますか。一個だよな。相手にならないぞ。あ、出てきた。マジでね、リム強いんだよな。もうなんかレベル21なんだけど。強いし、連戦数も稼ぎやすいしみたいな。900連戦。宣伝戦行きました。多分言ってくれるのは宣伝戦までなんだよな。こっちセキルドな。あ、やべ、転身しちゃった。まあ、いっか。転身。強いから。キムは。もう21レベルやから。はい。これが強いんだよな。これも強いけど。わちょう。ただヒットがすごいよね、キムは。待って、あれ追尾性能あんの？今将棋か。よいしょ。オッケー。余裕すぎる。進め。あそこにあるぞ、矢倉が。矢倉は見つけたけど、こっちかな。逆方向、そういうこと。いけるかな、これ。おとなしく行かせてくれるかな。あ、違う。いや、合ってた。多分戻って、あ、待って、どうなん、ここ正規ルート分からんか。でしょ。戦乱カグラはね、連戦数とかもあるからね、経験値で。
なんか本当に偏るよね。本当強い。待って、こっちが正規ルート？え、待って待って、分かんなかった。強っ。あれどこだったっけ、あれ分からなくて。ああ、すごいな。空中だから厄介だ。いた。あの奥。邪魔をするな。もう狩り場から逃げられないぞ。ドリッシャー。うわ、めっちゃレベル上がる。よいしょ。もう狩り場から逃げられない。マジでイム強い。ほんとやばい。アホみたいに強い。ヤグラを壊すのも早いわ。じゃあ先進むか。あ、登ってく感じだこれ。オッケーオッケー。めっちゃマップ広かったな。うわ、つえー、イムつえー。マジ強え。僕の大事なものは僕が守ってみせる。みやび、お前の勝ちだ。強くなったな。驚いたよ今。違う、みやびが僕になんか負けるわけない。わかるよ、手を抜いてわざと僕に勝たせたんだろ。約束は約束だ、私は母さんと別れてお前たちと元の世界に戻る。ああ、みやび、私だってわかっているんだ。夢はいつか覚めるものだと。だから誰かにきつく背中を押してもらいたかったのかもしれない。いや、イムでよかったな。ありがとう、イム。お前のおかげで私は。いいんだ、みやび。大丈夫、行ってくる。母さんと別れるために。別れは辛いけどね。これで U だったの？時間かかりすぎたってことか。経過時間の問題がこれは。だってあんま食らってなかったもんな。アコンの力なんてなくても